なみさん、動画を送っていただきましてありがとうございます。まあ、旅のね、記憶ということで見させていただきましたけども、桜島の写真良かったですね。やっぱりまあ、山とかね、川とか海とか、大自然の大いなるその営みに私たちは感動するもんですよね。まあ、私たちも自然の一部ってことなんでしょうね。それから、よさこいの方もね、確かにそんな時期でしたよ。うん。あの、夏っていうのは、いろんなところでお祭りがあるんですけども、 まあよさこいっていう祭りはね、全国に広まった、まあ、そんな特徴的なイベントなんじゃないかなと思います。今では全国にそのよさこいをするいろんなグループがあってね、四国に限らず、東京よさこいとかね、東北よさこいとかね、九州のよさこいとか、それぞれの特色を生かしていると思います。私の住んでいる福山市にも、実はね、よさこいではないんですけども、にあがり踊りっていうのがあるんですよ。にあがり踊りっていうのは、その竹をね、 終わった楽器をこうやって手に握ってカチャンカチャンと鳴らしながらこうやってね踊るんですけどもねものすごく流行ってません <laughs> まあでもね夏祭りではその「に上がり踊り」っていう団体が出たみたいなんですよ団体っているほどやってる人は少ないんですけどもね地元でもあんまり目立ってない地味なお祭りなんですけどもなんとか村おこし町おこしをしたいなっていうことでよさこいに乗っかると人が集まるのは分かるんだけどもでもあえてね地元の伝統をなんとかね 広めていけないかなと思って頑張ってらっしゃる方がいるのかなというところでございます。はい。それではね、夏ももう過ぎてしまいます。この夏は皆さん、どうだったでしょうか稼ぐ力からついたでしょうか稼ぐチからついてないうん。じゃあ、いつつけるんですか秋ですかまた先送りですかそう言われるとちょっとドキッとしますよね。私はね、今、その夏の間に一つ大きな出来事をした、YouTube チャンネルの,あの新しいところがね、収益化したってところですかね。うん。 で他のチャンネルも収益化に向けて仕込みをねまた始めましたんでより一層 YouTube にちょっと力を入れていこうかなっていうまあそんな夏になりましたね、はい、海に山に行くのも、まあ、いいんですけどもうん行きましたけどもねだけども稼ぐことを強化しないとこれからの増税エネルギー高騰食品価格高騰乗り切っていけないですよ頑張りましょうそれじゃあナミさんまた明日